どうも勇者のユーリです。エルフの立花だ。今回は坂本デイズに登場するオーダーの紹介をしていくよ。本動画は坂本デイズ85話までのネタバレを含むから、必ず当作品を読んだ後に閲覧してね。オーダーとは、殺連直属の8人からなる特務部隊。殺し屋界の最高戦力で、世界の秩序を保つ存在。作中では、8人のオーダーが登場しているな。では、順に紹介していこう。1人目、坂本太郎。今から5年前、伝説と謳われた、最強の殺し屋。彼にとっては殺しが日常と化しており、透明な殺意に身を任せ、ただ任務をこなす日々を送っていた。このオーダー現役時が、坂本の全盛期だと思われる。しかし結婚して殺し屋を引退。太った。さらに、家族や友人ができることで、人としての情が生まれ弱体化。5年のブランクで、全盛期の 30% ほどの実力しか、発揮できなくなってしまう。しかし、ブランクがありつつも、坂本は戦うたびに成長していく。今もなお、全盛の力を取り戻しつつある怪物だ。また、武器の性能に頼るものは、三流であるという考えを持っており、身の回りのものや、状況を巧みに利用して戦う。実際、シャーペンやチラシなど、ゴミ同然のものから、飛行機の車輪までも自らの武器として、戦いに取り入れてしまう。存在自体が、強力な兵器のような男だ。ちなみに坂本は、JCC の卒業生。殺し屋養成機関としては、最高峰だな。JCC 時代は、赤尾、南雲と並んで評価されており、射撃は平助の次に優れていたよ。2人目、南雲。超スピードによる、高速移動を得意とする殺し屋。その速さは、一流の殺し屋でさえ視認できないほど。縄抜けもお手のもので、たとえロープ状のものでぐるぐる巻きにし、厳重に拘束したとて。少しでも目を離せば脱出。背後を取られてしまうだろう。エスパーの神ですら、南雲の気配や思考を読むことは、できていなかったな。また、南雲は変装の達人でもあり、体格、性別に関わらず、一瞬で他人に化けることができる。この超スピードと、変装技術で敵を翻弄。散々痛ぶって殺すというのが、南雲のやり方だな。また、見た目は朗々とした優男だが、肉体は極限まで鍛えられており、人体を素手で丸め込む握力を持つ、ミニマリストより、なお強い怪力を持っている。さらに、十徳ナイフの化け物のような武器を愛用しており、鎌、カミソリ、小刀、ノコギリ、缶切り、太刀と用途に合わせ使い分けている。あくまで、南雲が殺しに飽きないように使っている武器なので、機能面は重視されていないな。しかし、南雲の技量であれば、宴会用の缶切りでさえ、必殺の武器となり、たやすく人体を溶断できる。実は、坂本と同期で、JCC の卒業生だね。JCC 時代の射撃の腕は、平助、坂本、赤尾に次いで、4番手。3人目、獅子馬。オーダーの中でリーダー的な存在。すぐ切れる表をなだめたり、煽りまくる南雲を注意したり、割とめちゃくちゃする、おさらぎの世話を見たりしている。周りが異常者ばかりなので、常識人ポジションに収まっているが、リゾットに玉ねぎを入れた料理長を、ナイフでズタズタに刺し殺したり、出されたトンカツに玉ねぎが入っていたら、店で大暴れするなど、明らかに常軌を逸しているところがある。秩序とは一体何なのだろうか。武器は、ネイルハンマー。戦闘方法としては、基本的に相手に接近して、首をねじ切るか、殴打し、殺害する。強力な武器とは言い難いが、獅子馬はこの武器を完全に使いこなしており、運転しながらハンマーを持ち、マシンガンの弾を完全に捌き切っていた。しかしラボ編では、交戦した鹿島に、様子見とはいえ一撃くらい、胸元を切りつけられている。殺歴は、関西殺人学院を中退。オーダーの JCC 卒の多さから、少しアウェイ感があったそう。4人目、おさらぎ。オーダーの中でも新入り。獅子馬について任務をこなし、経験を積んでいる。また、殺害対象を害虫だと思っており、それらを殺すことが、自身の存在意義であると考えている。表情の変化が乏しく、感情の起伏が見えづらいため、一見おしとやかな、影のある女性に見えるが、割と独善的な性格で、それに伴う虚言もよく見られる。意外に問題児。武器は巨大な丸ノコ。ラボ編では丸ノコを使い、鹿島の側近である、鬼ヶ原、高見堂を一撃で殺害。また、崩壊するラボの中、獅子馬をサポートするため、
落下する巨大な瓦礫を溶断し続けるなど、若手ながら、オーダー足りえる人材ぶりを披露している。また、丸の子を自在に振り回す余力に加え、体術も半端ではなく、屈強な死刑囚だろうが、その身一つで圧倒できる。ダンプ戦では、不意打ちをとっさ20円効果で防いだり、仏像の首をへし折り、頭部を蹴っ飛ばし、攻撃するなど、坂本のように周りのものを利用しながら、戦っている姿も見られた。最後は、武器を手放してしまうという勝つさもあり、敵図を追いはしたが、鳥居の柱ごとダンプを切り裂き、勝利を収めたよ。ちなみに、丸ノコには紐がついており、それを利用することで、射程距離を飛躍的に伸ばすことが可能だ。JCC 編では、ヨーヨーのように丸ノコを飛ばして、四つ村を追い詰めた。実は彼女、農家生まれの田舎育ち。若い頃から殺しの訓練を受けていないにもかかわらず、オーダーとなった、化け物。5人目、ヒョウ。190あるナグモよりもでかい、超パワータイプ、坂本を拳一発で吹っ飛ばした。また、5トンある MRI を体に貼り付けたまま、楽々歩いていたな。その力を持って、覚醒したシントルー、二人がかりで倒したソウを、一撃で殺している。発言や態度は基本的にそやで、荒くれ者の印象を受けるが、坂本の力量を測り、死ぬのも時間の問題、と警告したり、スラーの情報を得るヒントを助言したり、根はいい人。昔から優しく甘い性格で、損するタイプだということが、坂本や南雲の口から語られているな。今日は JCC 卒業生。しかし、南雲や坂本のように、JCC 時代に優秀で騒がれていたわけではない。大器晩成型だ。6人目、高村。オーダー最強格。しかし、正体は全くの不明。その謎に包まれた存在と、圧倒的な強さから、世界中の殺し屋の、殺意の集合体、と形容されている。しかし、オーダーの集会に、結構律儀に参加していたり、一般市民や殺連を守るため、個人で動いていたり、オーダーの中で、一番秩序を保っているのではないか。武器は日本刀。悪意や敵意に反応して、切りかかる。その権利は、現役オーダーが総じて冷や汗をかくほど、作中では、東京タワーを人たちでぶった切っている。明らかに逸脱した、切断の範囲や威力だな。斬撃を飛ばしているのか？また、肉体強度も尋常ではない。額の渾身の一撃を、片手に持った鞘でたやすく受け止め、坂本の速さを超えるスラーの動きにも、完全に対応。一瞬で距離を詰めるスピードを持っている。額、宇田の二人がかりで奇襲を仕掛けていたが、手も足も出ていなかった。7人目、金栗。オーダー兼映画監督。映画を誰よりも愛する男。JCC 編入試験では、試験監督を務めていたね。非常に素行が悪い男で、問題をよく起こし、過去刑務所に連行されている。今はスラーと共謀しており、編入試験では多くの受験生を殺害。さらには、真冬と虎丸を拉致した。そうして殺連を裏切ってもなお、自身の映画撮影という目的のみが先行しており、作中の発言からも、映画のことしか考えていないことがわかる。しまいには、映画のためならば任務すら放棄する。スラー一派の中でも、かなり浮いており、スラーでさえ手に余る存在だ。まさに異分子。オーダーの中で、一番の異常者。しかし戦闘能力は極めて高く、坂本を脇役扱いできるくらいには強い。その動きは、覚醒状態の芯ですら、読むことができないものだ。武器は、カチンコとカメラ。カチンコは肉厚な刃物のようになっており、標的の首を、一瞬で切断できる。また、盾にすれば、銃弾すら防御可能。カメラには、レーザー砲が内蔵されており、撃てば飛行機が一発で大破するくらいの、威力を秘めている。近距離、遠距離対応したい武器だな。ちなみに金栗は、あるオーダーと映画のことで大喧嘩して、殺してしまい、そのオーダーと入れ替わるような形で、組織に加入した経歴を持つ。8人目、四つ村。元オーダー、坂本と同じく既婚者、天音という息子がいる。昔は、ししばをよく任務に連れ回して、経験を積ませていたらしい。しかしある日、任務に失敗。そのせいで、殺連から四つ村の抹殺命令が下る。四つ村は、逃亡。ということは、高村たち、オーダーにもその身を狙われることになるから、なかなか気が休まらなかっただろうな。よって以前のように、大手を振って歩けるよう、
スラーと共謀し、殺連を潰すために動いていくよ。武器は、三節棍。棒先には矛がついている、特注の武具だ。つけば槍のようにぐんと伸び、遠距離に対応。投げば、変則的に曲がり、広範囲を切り刻む。近接戦闘もお手の物で、超スピードで動く南雲と互角に切り結び、獅子場のハンマーをも防いでいる。おさらぎ、南雲、獅子場の猛攻をかわし切るなど、歴戦の猛者であることがわかるね。さて、今回はこんな感じ。今後、個性豊かなオーダーたちの活躍が見れるなんて、楽しみだな。あ、意見などあれば、ぜひコメントお願いします。じゃあ、またね。